涼しさをお届けします。時期は今年の冬。そこは神秘的な世界が広がっています。幻想的なライトアップ。ここは自動車産業で有名な愛知県豊田市です。勝さんだがねが始まるよ。ご視聴ありがとうございます。大井平公園の駐車場に車を止めて向かいます。国道257号線沿いにある小さな公園です。夏前にはホタル、秋にはモミジ狩りが楽しめます。これから向かう場所は氷瀑、吊り橋を渡っていきます。前日から降った残雪が残っています。雪だ。この付近で有名な景勝地は高蘭渓、近くには天然温泉が楽しめるどんぐりの里稲部もあります。こんにちは、勝さんだがねです。こんにちは。寒い、とっても寒いんです。寒い。時期は冬、残雪が残っているのが分かります。今日は愛知県の豊田市稲部町からお送りいたします。この風の吊り橋を渡ってこれから氷瀑を見に行ってみたいと思います。この氷瀑なんですけれども、毎年1月上旬から2月下旬にかけて楽しむことができます。気温が下がってくる12月頃、山から流れてくる水を使って散水し、巨大なつららに仕上げていきます。人工的なものになりますが、こちらでは自然が織りなすアートとして毎年多くの人がこちらを訪れて楽しんでいます。橋の下には名倉川が流れています。名倉川は矢作川と合流し、三河湾の方に流れていきます。こちらでは時期になると鮎がたくさん釣れるそうですよ。それにしても寒いんです。防寒具をしっかりして道路情報を見てこちらにやってきました。場合によっては道が雪に覆われてしまい、通行することができなくなってしまいますからね。しっかりと下調べをした上でこちらを訪れています。うわー、見てよ、道路が。こんな雪道を歩いていかなければなりません。気をつけて行ってみたいと思います。町育ちの私は今年初めて雪の上を歩くことになりました。進んでいくと吊り橋から1本目の脇道、橋がかかっています。しかもここから雪ないじゃん。こちらは車の通行があるようで、雪が溶けてなくなっていました。初めからこっちを来れば安全に歩けたのに。車で氷瀑の方に向かうこともできるんですが、そちらには駐車場がありません。ご覧の通り、すれ違うのがやっとの道ですので、ぜひ駐車場をご利用ください。そしてこちら右手が氷瀑になります。おお、すげえ。すごいね。すげえすげえ。いかがですか。こちらの氷瀑流水広場では八百万の命水がありました。そして後ろにご覧いただけているものが氷瀑になります。ご神水をいただいてみたいと思います。冷てぇ。水質検査がしっかりされており、安全な水になっています。ライトアップの時間は18時から。それまでこの寒い環境の中、待たなければなりません。まだ明るさが残っています。気温は、氷点下ですね。寒いわけだ。ここであと20分ちょっと待たなければならないなんて。寒い。寒い。
山の水をかけて作っています。すごいでしょう。この日ニュースで流れるんでしょうか、ヘリコプターが出ていました。18時になりました。ライトアップが始まります。たった20分ちょっとで真っ暗です。氷に映し出される光がとても幻想的です。これは見ているだけでも寒い。よく山あいの山間の地区で滝が凍るって言いますけれども、こんな感じになるんでしょうね。つららが維持されていることからこの地区はとても寒いことがわかります。時々光の色が変わっていきます。冬の時期だけに見ることができるこの氷瀑、毎日毎日水をかけているので、その時々で形が変わっていきます。そして暗闇の中に映し出されるライトアップはとても神秘的です。私は初めて氷瀑というものを見ました。圧巻の迫力です。厳しい冷え込みがあるからこそ織りなす美しい景色、素晴らしいです。18時を過ぎると次第に見物客もたくさん集まるようになってきました。寒いのでそろそろ引き上げます。こちらがヘリコプターです。そしてお月様も出ていました。こちらはどんぐりの里です。何やら明日から行われるイベントの準備をされていました。これから温泉に浸かって体を温め直していきたいと思っています。道の駅どんぐりの里は新鮮野菜や焼きたてのパン、どんぐり横丁で一中は賑わっています。そして隣接するどんぐりの湯では温泉に入ることができるんです。こちらではテーマにちなんだ露天風呂が人気で、薬湯、ヒノキ風呂やジャグジーなどで楽しむことができます。秋から冬にかけての行楽シーズン、こちらを計画してみてはいかがでしょうか。こちらが明日から行われるイベントのようでした。